まず始める前に1人だけ前髪を出してていいのかなという点が気になったんですけど、うんね、前髪を出していてもいいんですよね。そう昔ね、なんかほら給食のねあれとかは給食のあれなんかしまわないといけないとかそういう失敗があったの。いやなんかこう、うん、スタジオ来てみたら2人がこうすごい前髪インな感じなんだよね。でも多分ルートセールスの方の今回ほらこのサントリーカラーの僕らもコスチュームを着て、でもやっぱりほらそれぞれいろんな個性があっていいんじゃ、こういう方もいるしいいそうですでしょ。個性豊かで声も大丈夫ですか。あれですよもう若々しいですね。声大丈夫ですか。ようみたいなこういう方がいてもいいんじゃないですか。それはダメなんですか。すいません。マックはダメですかね。失礼しました。いかがでしたか。いやもうね、なんといってもね、五郎さんがね、R の被り物をするってこれでも大事件ですよ。大事件とは何ですか。もうねこれ昔やってたコント以来というかね、ちょっと心配になったんですけどね、似合ってんですよ、それがまたね。あ、嬉しいですね。もうじゃんじゃんちょっとやってもらいたいですね。昔ね、よくね、コントとかでね、五郎さんだけG とかにしてもらいたかったですね。R じゃなくてね。ああ、それ。リサイクルに GO って感じで。リサイクルに GO。そう。RRGO で。そっか、リサイクルみんなで GO。そう、G なの一人だけ。そっか、ちょっと取り直しいいですか今から。ダメでしょ。R でお願いします。G にしてもらいたいわ俺。R でもリサイクルの日ですから。ダブトリプルでしょ。トリプル R。3R。そうそこに意味があることですからね。みんなやっぱ。全部 T ですねよかった。T は何ですかね。T はリサイクル GO でトライ。あいいね。トライアゲン。ねえいいですね。スタジオに声が響き渡ってます。そうか。まあでもね3人やっぱ足並み揃えてね。ここはやっぱ楽しかったですね。ねでもこれ僕ら慎吾と僕は初めてこの。あそうですね。私がこれ最近にもうあれですから。そうなってます。なんかすごい今日先輩の雰囲気出してる。そうですね。まあ2人もでもこれいいねこれ。次のなんか歌衣装とかこれいいんじゃないですか。ステージで。ステージで。いいじゃん。かっこいいよこれ。絶対いいと思うよ。ステージではちょっと帽子が被りたくないな。本当？ステージでは髪の毛ちゃんと決めたいな。あ、そう。うん。もうそうだね。やっぱりね、歌手とアイドルじゃちょっと違うからね。ね。シーン。はい、OK です。はい、次の質問に。次の質問。もうね、びっくりするぐらい強ポンが手こずっちゃって。いや結構ね難しいんですよね、うん、もう逆にびっくりするぐらい五郎ちゃんがもうすぐパーフェクトなダンスを、うん、やっぱりリズムの取り方が個人個人違うからなんか僕に向いているダンスだったね、うん、やっぱゴロチのリズムだったんじゃない、うん、ゴロチグルーブだったね今回ちょっとゴロチグルーブ、うんうん、でちょっとね、そうだね、本当ですか大丈夫ですか。前回のやつもうグデグデでしたよみんな前に踊ったやつとか。今回はでも最後はうまくいってさ大丈夫ですか。最高なカット取れたと思うよ。真似してもらえるかなみんなに。そうですね皆さんにもぜひ真似してもらって。ちょっと難しそうに見えるけどね、ゴロチグルーブなんで意外と簡単に。ゴロチグルーブって何ですか。分かんないです。1店舗遅らせればぴったりみたいな。裏で取るんだよ裏で。そうなんですよ。遅れてんじゃない裏で取ってんの。裏だったのだから回ってるからグルーブって裏と表のさこれもうあれですからね攻防だよ。だから遅れてんじゃないのよあえて裏で取ってる。僕らでも踊れるぐらいなんで皆さんにもね真似していただけるんじゃないですか。ぜひ踊ってみてください。楽しみにしててください。ペットボトルか。可愛いねデザインが。自然にやっぱり行きたいですよね。山梨とか。具体的ですよね。あれサントリーさんの。サントリーさんのねお森にあれ山梨でした？そうだ。あれどこでしたっけ？山梨だよね。あれ山梨ですか？これ山梨。山梨じゃないんだ。山梨ですよね。長野ですよ。長野と間違えない。自信満々に言うからさ、みんなそうだっけみたいな。長野長野。まあまあうなずいてましたけどね、サントリーさん。やっぱりサントリーさんのね、美しいお水を作ってる長野とか。長野行きたいね。ああいうやっぱ森にさ、もう一度ね、ここで水作ってんだなとか思いながらさ。ペットボトルカバー使うことありますか？ないですね。え？ペットボトルカバーないですね。使わないです。もういつも使ってる。いや今回僕はね、最近すごい気になってて、最近すごいこうバッグそのまま入れちゃうって、他のものが濡れちゃう感じが本当に最近気になってたところで、自分のイラストの入ったペットボトルカバーでもめっちゃ嬉しいですよ。ね、だってぬるくもならないし、そう水滴の問題もあるもんね。カバンの中に書類とかと一緒に入れてたら、そうそうそう、匂いちゃうし、ね、これを機にね、僕も活用してみたいと思います。応募してくださいね。あ、くれないんですか？あなたにはあげません。の、そうなんだ。もうあげるからね、ゴロちゃん。ありがとう。なんで俺くれないの？僕はシェイクスピアですかね、やっぱり。急だね。なんで？なん急に？やっぱりほら名言残してるからさ。例えば？物事はいいも悪いもない、そのように思うからそう思うんだ。これいい言葉でしょ。どういうこと？物事はいいも悪いもないんだよ。その人がそう思うから良くもなるし悪くもなる。考え方一つで未来は明るくなるって、そういう名言を解いてる方なの。あ、いい、素晴らしいね。もうでしょ。シェイクスピア。今舞台稽古してるから。舞台稽古はまだしてないんだけど。なんだよ、セリフにあるの？それないんだけど。ないんだけど。だからシェイクスピアいいじゃないですか。いやそうだね。今舞台に稽古中。たくさん。まだ稽古してない。台本読んでるんですけどね。そういう偉人の方たくさんいるじゃないですか。あとチャップリンも好きですよ。どんどん出てきますね。出てくるね。人生というものは近くで見ると悲劇だが、遠くから見たらそれは喜劇になる。喜劇はチャップリンの名言。どう？さ、人の表情じゃない？人の表情というのは近くで見るととても悲劇だけど、表情から間違えたから。名言間違い？名言間違えたから。アップにするととても悲劇だけど、引いてみるとコメディーに見えるっていう。いやなんかチャップリン言うには、その人の立ち位置によって悲劇も喜劇も変わる。あ、なるほど。あ、もっと深いんだね。深いことな。シェイクスピア、チャップリンですか？シェイクスピア？あと萩本欽一さんとか。欽ちゃん出てきた。欽ちゃん。なんて欽ちゃん。欽ちゃんも帰っていいよ。つゆちゃん帰っていいよ。どういうことそれは？いやもうつまんなそうに言って、つゆちゃん帰っていいよ。それであなたと一緒に行けたんだから。そうそうそう。すごい説明なんもなくそこだけ言うからさ。つゆちゃんも帰っていいよって。若い頃にね、番組に呼んでもらってやってたら、急に欽ちゃんがつゆちゃんも帰っていいよって。それで俺はチャチャにならなくて、あなたと一緒にいる運命をたどってるわけだ。欽ちゃんの名言ですよ。つゆちゃん帰っていいよ。あの時俺が食らいついて「いや帰りません」って言ったら、チャチャのメンバーになってて、人生分かれてたからね。そのさ、トーンが本当知りたいよね。「チャチャもう帰っていいよ」とか「うんチャチャ帰っていいよ」って本当帰らせられたんじゃないの？どこか帰らされられたんだよ。でまあその時は帰ってませんけど、その言われた次から行かなかったから、欽ちゃんのところにさ。ねえ、欽ちゃんですか？そうですね、萩本欽一さんですね。シェイクスピアだろ。シェイクスピアでいいよ、一番最初の。そうなの。そうなの。ちょっと欽ちゃんっぽい。やっぱりね、最悪なことが起きた時とか、ね。ピンチやチャンスっていうかさ。チャップリンの言葉。いやチャップリンじゃないんだけど。シェイクスピア。いやいや、あのね、何か感動を生み出すには、やっぱなんていうかな。失敗とかが必要なわけよ。失敗してるから成功した時におおってなるわけだ。そうだよね。私ギターやってるじゃないですか。つよちゃん弾けないんじゃないか。つよちゃんギター弾けないんじゃないか。つよちゃん歌歌えないんじゃないかなというものがある人が歌えて弾けたらおおって感動が生まれると。だから私はギターやってて、ネガティブなものもその振りとしてめちゃめちゃ欠点は強みになるんじゃないかなって、最近ちょっと意識が変わってる。そうだ、苦手なものって実は裏を返したら成功すると感動を呼び起こすと私は思って、そうだね、いいことじゃない、私そういう意識、私そういうことうっすらですよ、でしょ、すごくない、こんだけ人数いてみんなうっすら、今私の方程式だから、だから俺はギターをやり続けてるわけよ。つよちゃんギターできないけど大丈夫って、この人何言ってんだろう、いつか一回歌をうまく弾き語りができたら感動が生まれるわけ。そうそう、それはできないというものがベースにあるから、あるかな、そうできた時に変わるってこと。だからずっと成功してるなんてさ、じゃあいいんだね、ちょっと失敗するぐらい、そうそうそう、伸びしろがあるからね。そういう考えが最近強くなって、いい考えでしょ。いや、いい考え、いい考え。お鍋をした時に、お鍋締めとして雑炊を作るんですね。で綺麗な雑炊を作るのにハマってまして、でも牛肉だとちょっとこのアクが出て綺麗な雑炊を作るのが難しい、最近発見しましたまあそうだねお腹減ってきたねじゃあゴロチ喋ってないからゴロチ、ちょっと静かにしてください。私ばっか喋ってるようになっちゃうから。ちょっとすみません、本番中です。運命の分かれ道か。いっぱいあるでしょ。まあいっぱいあるよね。まずこの世界に入ったっていうね。もう子供の頃だから14、15歳。そうだね。それは大きいよね、みんなにとってもね。でまあこういうメンバーと出会ってデビューしたとか。入ってなかったらどうなってましたか。入ってなかったらどうしてたんだろうね。想像つかないね。入ってなかったらってないの、なんか稲垣吾郎、みんなのイメージする稲垣吾郎になってたかな。なってない、なってない。多分この世界に入ったことによる人格だと思う。多分自分のなんかスタイルとかキャラクターみたいなものって、だからちょっと想像つかないよね。芸能界入ってなかったら、入ってなかったら何になってた、稲垣吾郎。あ、僕じゃない。嬉しいですね、僕のことを。僕はもういいんですよ。五郎さんなんだろうね。なんか今のこういう性格ってもうこの世界で作られてるじゃん。僕らは。まあね。毎日。で自分の父親みたいになってたのかな。どうなのかなとか考える。どうなのかね。まあそうだね。でもなんか芸術とかこうやってそうだよ。何かアート的なさ、やっぱりそういう美的センスが好きだからさ。美しいものを撫でたりとか。植物とかいいんじゃないですか。そうだね、植物とかね、まあそういうのに触れてるのかな。お花屋さんとかさ、どうなんだろうね。イメージはありますけどね。入ってなかったらワイン飲まないのかな。このイメージはなくなっ。美味しいものは好きだから。ワインも一つ昔ね、ドラマ、ワインのドラマを僕ソムリエさんの役をやったっていうのがきっかけだから、それで好きになったから、それもあるかもしれないね。それでそれこそサントリーさんが所有しているフランスのシャトー・ラグランジュってとこにもそこで行ったし、それもきっかけでワイン好きになったっていうのもあるし、結構大きいかもしれない。10月20日、いよいよ今年もリサイクルの日が近づいています。自宅での分別を当たり前のようにしてくださっている皆さん、ありがとうございます。自宅ではやっているけど外ではちょっと忘れてしまうという方、ぜひ今から僕たちと共に外での分別にも取り組んでみませんか。ペットボトルは資源なので、外でも分別を心がけてくれると、その力や行動が未来を変えてくれると思いますし、回収する人をはじめリサイクルに関わるたくさんの人たちも嬉しい気持ちになります。僕たちも R のかぶり物をして、10月の 3R 月間にペットボトルの分別の大切さを発信していきます。皆さんも一緒に飲み切る、剥がす、そしてリサイクルボックスに入れる綺麗な分別をよろしくお願いします。